これから遺伝子組み換え大腸菌が作った GFP 緑色蛍光タンパク質を純粋な物質として取り出す実験をしてみましょう。遺伝子組み換え大腸菌では GFP 遺伝子が転写されて、その結果 GFP 緑色蛍光タンパク質が合成されます。GFP は紫外線を照射するとこのように緑色に光ります。それではこの大腸菌を液体培地で培養しましょう。アンピシリンを入れた培地では遺伝子組み換えによって耐性遺伝子を獲得した細菌しか増殖することはできません。アラビノースは GFP 遺伝子の転写を開始するスイッチの働きをする物質です。 LB 培地カプセルには大腸菌の生育に必要な物質が含まれています。電子レンジ内で培地を3回沸騰させることによって培地の中の細菌を滅菌します。アンピシリンやアラビノースは熱に弱いために培地の温度が60度以下になってから加えます。遺伝子組み換え大腸菌のコロニーを一つループですくい取って、このループを液体培地の中で回転させて十分に溶かします。このようにして24時間浸透培養します。紫外線を照射してみましょう。増殖した遺伝子組み換え大腸菌を集めるためには遠心分離器を利用します。マイクロチューブに紫外線を照射すると緑色の蛍光を発しています。マイクロチューブに GFP が含まれていることがわかります。遠心分離したマイクロチューブに紫外線を照射すると底の方が緑色に光ります。大腸菌が底の方に沈殿したことがわかります。次に大腸菌の体の中に含まれている GFP を取り出すことにしましょう。まずリゾチンを入れて細胞壁を溶かします。そしてこれを凍結することによってこの細胞壁を破壊します。すると大腸菌の内部からいろいろな物質が溶け出てきます。この中に GFP も含まれています。このマイクロチューブを遠心器にかけます。すると大腸菌はそこに沈み、GFP やその他のいろいろな溶け出した物質は上澄みへ移動します。
凍結すると大腸菌の体の中の液体は膨張します。その力によって細胞壁を破壊します。指のぬくみで温めて液体を溶かします。この操作によって、この後の実験操作の邪魔になる大腸菌の残骸を沈殿として取り除くことができます。上澄みにはこのように GFP が含まれています。カラムクロマトグラフィーによって、どのようにして GFP を純粋な物質として取り出すかを見てみましょう。平衡化バッファーを流して GFP が絡むと結合しやすくします。次に結合バッファーを流して GFP を絡むと結合させます。次に洗浄バッファーを流して絡むと結合する性質の弱い他のタンパク質を流し出します。最後に溶質バッファーを流して GFP を絡むから流し出します。このような方法で GFP を他のタンパク質と分離して生成することができます。では実際に実験してみましょう。カラムをこのように振ってビーズを下方の方に移動させます。そして、初めからカラム内に入っていた液を流し出します。次に、平衡化バッファーを流して、GFP がカラムのビーズと結合しやすい状態にします。次に、GFP の入ったカラムに、結合ワッファーを入れて GFP の疎水部分が表面に出るようにしてカラムの疎水部分と GFP が結合しやすくします。カラムの表面が乱れないようにするために GFP を含む液を入れるときにはこのように横側面を沿わすようにして入れます。この段階では GFP はまだ上の方のカラムに結合しています。上の方が光っています。下の方には落ちていません。溶質バッファーによって GFP が流れ出てきました。下の方に移動しています。紫外線を照射すると3番目のチューブだけ緑色に光っています。
GFP がこの部分だけに含まれていることがわかります。このようにして GFP を生成することができるわけです。